こんにちは。はい、今運転しながらこのビデオを作っています。いや、普通はパソコンの内蔵カメラでビデオを作るけど、それはちょっと無理でしょう。だから、今はどうやってこういうビデオを作ってるかなと思ったらいいんでしょう。実は昨日は私の誕生日でした。はい、19歳になった。あまり嬉しくないけどね。なんかさ、まあ18になってからもう1年間経って、いや、たくさんことしたけど、なんかあまり嬉しくない。とにかく昨日は誕生日で、誕生日のプレゼントでこういうフリップビデオカメラをもらいました。はい、お父さんとお母さんからこのビデオカメラもらいました。で、ちゃんと話せないよ。なんかさ、運転しながらビデオが日本語で話すのはちょっと大変だから、ちゃんと考えられないから日本語で。とにかく、はい、このカメラもらって、普通の写真のカメラのサイズだけど、2時間のビデオを撮られて、わ、眩しい。はい、2時間のビデオを撮られて、簡単にパソコンにアップロードできるから、今からたくさんたくさんのビデオを作れると思っています。はい、結構小さいからどこでも持っていく。だからたくさんビデオを作っていくと思っています。はいはい。だから今日からまたよろしくお願いします。とにかく昨日は誕生日で、何をしたかな。あ、朝はまあ誕生日なのに日本語のクラスでの発表がありました。はい、あ、間違った。日本のクラスにの、あれ、やっぱり運転しながら日本語で話すのは無理。まあ、とにかくその発表があって、私外来語について発表したけど、あとはあんまり、それは結構良かったけど、実はあんまりしたくなかったね。あとは JSA のウェブデザイナーの、まあ、ウェブデザイナーになるようなインタビューがありました。 JSA はジャパニーズ・ストゥデント・アソシエーションといって、つまり日本人か日本語を勉強している大学生に対しての、クラブのことだけど、あ、そういうクラブのウェブデザインになりたいと思ってて、そのインタビューした、よく行ったと思うけど、結果は今まだ知らないね。とにかくそれが終わってから宿題して、あとは何だったっけ、あとは晩ご飯は家族と一緒にインドのレストランに食べに行った。お母さんと妹の二人は初めて、あ、妹って言った、妹、はあ、やっぱり大変。とにかく妹と一緒に、あ、お母さんと妹の二人の初めてインドのレストランで食べる時だったから、あ、好きかどうかわからなかったけど、結局好きだった。私大好きだった。やっぱり私インドの料理が大好きだから、とっても、にカレーが大好き。日本のカレーも、あとは日本のカレーとインドのカレーと、まあ、つまり確かにどんなカレーどの国からのカレーでも大好き。だから昨日の晩ご飯もすごく美味しかった。あとは書いて、お母さんが作ってくれたチーズケーキを食べて、あとはプレゼントをあげました。親からこういうビデオカメラをもらって、
妹、7歳の妹から、あ、妹は、5月追加に、7歳になったけどね、逆7歳の妹からピアスと指輪もらって、16歳の妹から隣のトトロの映画をもらった。これは初めて、あ、これじゃなくて昨日の夜は初めて日本語のバージョンを見て、やっぱり日本語のバージョンの方がいいと思っています。あとは何もしなかったけど、あ、宿題したけど、それは私の誕生日でした。はい、すごく良かったです。まあとにかくこのビデオをもらって、来週の金曜日また日本に行って、このカメラを持っていくから、日本の時もたくさんのビデオを撮られる。いいんでしょう、いいんですよね。あ、実はね、熊本に行けたかったけど、やっぱり行けない。なぜなら大阪から熊本の切符はすごく高い。新幹線でも電車でもバスでも全部高い。一番安いのは3万円だったから、それは高すぎて行けないよね、残念ながら。でも大阪に行って、大阪に住んでる大学生に案内して、案内してくれるから、それもすごく楽しいでしょう。まあ、とにかくこのビデオ長くなっちゃった。あ、うわ、前の車の人は毛髪見えるかな、すごい毛髪見えないかな。まあとにかくなんで見せたかな。とにかくまた今日からよろしくお願いします。はいはい。バイバイ。